お疲れ様です。お疲れ様です。目的地は天神です。天神、はい。まあ僕らが天神って一番好きなエリアかもしれないですね。あのさ行き過ぎだろいやあのサバの一枚焼き行きましたね、はい、天満宮横丁、はい、そう水郷天満宮横丁、はい、天神というのが、はい、天神たるゆえん、うん、天神様がいるところが天神、うん、全国に各地天神という名前の町がありますが、うん、福岡の天神が日本で一番大きい、まあ、つまり水郷天満宮菅原道真公が祀られている神社、あそこがあるから福岡の天神という町で、その神社の横丁、そうですね、いやあそこすごいんですよまあだからこれね、もうこの動画見終わった後でもいいし、うん、あの塩サバが好きな人は先に見てもいいです。いや言ってほしい。誠っていう、だってちっちゃな一軒のサバの一枚焼きの専門店が、うん、商社に年間通して何トンっていうあのサバを海外から持ってきてるっつうから ね、その話聞いた時やっぱもうぶったまげたよね。名店です、あそこ。まあそれから君が、うん、食べたいって言ってたものが食べられなかった、あの鳥天の店ありましたよね。その日もメニューなくなあの売り切れてて、そうですね、食べれなかったんですけど、うちの番組のいけないところは売り切れてて、そこでまああの違う美味しいもの食べて満足してもう後追い取材やってないっていうねそれはうちの番組のよろしくないところですよね。もともとは、まあ、何度も言いますけどこれはほぼプライベートですからなるほど、追加取材とかないから仕事じゃないと仕事ではないから単純に食べたいお昼ご飯を食べに行ってるだけなんだよと。そう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 、なんか異論ありますかいやいやいやそしたらさなんていうか、たまにはお金出しなさいよいや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 、それは先輩としてね、それはやっぱ先輩がこれいい風習なんかちょっとあの今頃になってちょっと思う、まあいい、ね、風習なんですかね先輩が出すっていうやっぱずっとそうですね、うん、あの僕は、うん、あのまあ、こんなこと言ったら今の時代ね、うん、なんかこう炎上するらしいですけど、うんうん、女性に出させたことないです、うんうんうん、まあでも YouTube だからね、うんうん、もういいです放送じゃないから放送うるさいぞ最近。そうですね、確かに。もうなんだあれバカじゃないの男とか女とか言うなって、うん、いや言いますね、あのね、な何よあれちょっとこれ言わせて美味しいもの後で見せるからもうそれにあのいやだから男とか女とか、うん、その別差別してるわけじゃないですよ、うん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 、ほらね言ったら、うん、あ女子ってスイーツ好きな人多いよね、うん、これで電話かけてくるアホいるんですよまあだからね、男と女ってに敏感に反応してらっしゃる人がいらっしゃるんで、まあ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 それは、おい、おー、来たよ話が変わった。あ、ここですね、ここですね。美味しいものってこのトゲトゲした気持ちを和らげてくれるよねいつもはね明治通りの、そうですね、ちょっと表の方から行ってるけど、はい、今日はちょっと裏というかまあ反対側からいつも行ってるかもしれない。まあ、あの実は皆さんあのついつい買って知ったるなんとやらで言ってますけど、ここ、まあ、神社の横丁、水郷天満宮という神社の横丁で、ここはもう昔ながらの美味しいお店があったり、うん、あと意外とあのお店ってあの入れ替わってるんですよね。そうだから新しいお店も結構できてたりするんですよ。もうちょっと先ですね、もう結構前からある店なんで。お、やっぱ吸い込まれていったぞ誠。どうもどうも、じゃあ YouTube 撮ってます。サバです。どうも。YouTube 見てます。あ、本当ですか。ありがとうございます。うわ、YouTube です。あ、どうも。誠行くんですね。あ、最高です。
後ろの方も。あ、どうも。そうだよね。あ、やっぱ誠は最高ですね。はい、あ、いいですね。いや、これ俺たちも言ってるんで、あの、ぜひあのサバとか誠で、うん、あの中島浩二誠で検索かけていただいたら。うん、え、あ、どこ？あそこかも。え、どこ？並んでる。え、嘘。あそこかな。並んでるとこ？かもしんないですね。タンですか。あ、そうです。もう君好きだよね。ここ肉好きだよ。うわ、あ、あ、ここ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 ちょっと、そう、これこれ食べてきたんです。何、オイハンバーグ、はい、あの牛タンミンチなんですよ。え、ほんと食べたことないでしょ。ない。で、その隣もいいでしょ、これ。そう、この両方超ランバランチ、うん、これを食べに来たんです。オッケーです。もうこれはゼガヒデもでしょうね。ゼガヒデも、ね、すみません、あ、実はですね、私あの中島と言いまして。オッケーです。よかった。めっちゃうまそうだぞ。あ、本当ですか。いや、しかもこれさ、はい、ビーフバター焼き。あー、なるほど。もう福岡の目、通常盛りからチョモランマにするよ。いや、うわ、これいけるかな。肉300だからいけるだろ。300ならいけそうですね。あ、行きましょう。失礼します。よろしくお願いします。じゃあ、よろしくお願いします。このね、失礼します。失礼します。わぁ、2回。すみません、よろしくお願いします。ありがとうございます。右の手本にどうぞ。はい、わかりました。ありがとうございます。失礼します。失礼します。あ、うわ、いいですね。あ、いいですね。これ、いや、短歌いつか紹介したかったんですよね。ガク、ありがとう。まだ食べてないけど、もうこれ最高でしょ。うわ、2種類なんですね。はいはいはい。まずはバタービーフ。うわ、美味しそう。じゃあこれのチョモランマですか。チョモランマがで790円なんですか。いや、869円ですね。あ、え、これ税込みで、チョモランマでこの値段。チョモランマも同じ値段ですね。え、なんで。それはサービス品になるんですよ。ああ、そうなんだ。はい、だからお残し現金なんですけど。なるほど、なるほど。で、このハンバーグ 450g の大満腹ボリュームするか。以上でよろしいですか。はい、はい。あく、これ見て。あ、来ましたね。うまそう。うわ、美味しそう。うわ、すげえ。すごいよね。うわ、うわ、あ、そして、来た。ハンバーグですね。ハンバーグが来た。うわ、すげえ。うわ、美味しそう。牛タンハンバーグですよね。そうですね。うわ、すげえセットやな。牛タン 100% ですか。うわ、改めて。うわ、うまそう。これが牛タン 100% ですよ。うわ、美味しそう。ちょっとガーク、肉祭りだよ。確かに、ここの座にもあるからな。これすごい。いや、そしてうわ、めっちゃいいな、こっちが。すげえセットやな。いや、もうちょっとさ、牛タンのハンバーグってほとんどの人が食べたことないでしょ。あんまり聞いたことないですもん。ちょっと美味しそう。これをさ、うわ、本当美味しそう。断面いくぞ。よっ。うわ、美味しそう。これ見て。ああ、美味しそう。めっちゃうまそうだよね。美味しそう。牛タンのハンバーグっていつから出したんですか。まだ出し始めて1ヶ月経たないぐらいですよね。そうなんですか。うわ、美味しそう。美味しそう。じゃあ牛タン、最初はこっちのソースでいいですよね。これは何のソースですか。こっちは何のソース。そっちはデミグラスソースですね。デミグラス。で、こっちは、はい、こっちはあのビーフソースです。ビーフ。うわ、美味しそう。うわ、美味しそう。いただきます。今まで食べてきたハンバーグとミンチが違う。あのね、
やっぱりタンのハンバーグだからちょっとミンチがプリンプリンしてる。で味付けこれがねデミグラスとものすごく相性がよくって、うわ美味しそう、めちゃくちゃうまい、このハンバーグ。いやそしてねこのハンバーグを鬼おろしとポン酢でいけって、あ塩も言ってたな、あ言ってましたね、塩美味しそう、ちょっと塩もいきたいね、塩いきますか、塩いきます、うわハンバーグ塩、だからそれだけ自信があるんでしょ、うんうんうん、単塩だいいことに気づいた。ガクこれ最初絶対塩、うーんもうハンバーグの旨味が俺の口の中でこんにちはって、もうやっぱねソースはソースの旨味があるから、うん、それぐらいハンバーグ単体でめちゃくちゃ美味しい、うん、これはもしかしたら塩だけでいけるハンバーグ、へえ。ちょっとポン酢も生かして、うわーあーこれポン酢、鬼おろしとポン酢、鬼おろしとポン酢、へえ。いただきます、これも最高ガクやばいぞ、うん、でまずまだチョモランマがある、すげえ、これも美味しそうやな、うまそう、湯気も出てて、あ美味しそうバタービーフ、あー美味しそう、ここの薄切りのうんビーフがこのソースとめちゃくちゃ合う、うわー美味しそう、やばい、かく大満足です。あの言い忘れてましたけど、このあのビーフバター、うん、バタービーフ、もともと福岡にあの天神コアっていうビルがあって、もう今ないんですけどね、そこの中に風月っていうレストランがあったんです。そこの人気メニューでみんな天神にお出かけしてここ食べるっていうのが、それがもう今やねいろんなところであのビーフバター焼き食べられます。ここのビーフバター焼きもうまかったです。